はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、朝練についてちょっとお話をしたいと思うんですけど、皆さん、朝練やってますか？朝練。やったことある人もいると思うんですけど、なかなかね、続いてる人ってね、あんまりいないと思うんですよね。僕もね、続いてませんでした。はい。まあ、ソロギターやるようになってから、朝練してたこともありますし、特にやってたのがコンテストに出場する前かな。だから2011年、12年ぐらいの時は、朝練を続けてたんですけど、最近はですね、なんかこう、育児にかまけてというかね、まあ、それを言い訳にして、なかなか練習時間って取ってなかったんですけどね、最近朝練を復活させたんですよ。復活させました。っていうのもですね、タイミング的に、僕の妻が、夜結構何回も起こされてっていう感じなんで、僕はちょっと早朝起きて、早めに起きて、交代して赤ちゃんを受け取るみたいなね、そんなルーティンにしてるんですけど、なんか最近ちょっと成長してきたのか、一人で結構ズリバイしながら遊んでる感じになって、機嫌がいいんですよね、朝ね。まあ機嫌がいいと言ってもね、その短い時間なんですけど、その時間を使って僕はね、朝練をしてやろうと思って、なんか携帯見てね、なんかいろいろサーチしてるのもなかなか無益なので、この時間を使って朝練を復活させようということでね、朝練復活させました。はい。で、復活させて、早速なんですけど、効果がめちゃめちゃ出てきてます。今日皆さんにシェアしたいのは、その朝練メニューももちろんなんですけど、その前にですね、この朝練の凄さをね、僕再確認してるんでね、それを皆さんにちょっとシェアしたいなと思います。で、朝練ってなんかこう朝1時間も2時間も早く起きてひたすら練習みたいなイメージあるんですけど、全然そんなする必要ないんですね。10分15分で全然いいんですよ。はたまた5分でも全然違うと思います。で、僕ね、5分でもねギター朝触れると全然違います。で、気づいたことというか、まあ僕もギター講師やってですね、2015年からこの仕事させていただいてるんで、やっぱりね、週末何時間の練習よりも毎日10分15分の練習の方が全然上達します。まあ10分15分でね、何ができるんだよと思われるかもわかんないんですけど、1時間2時間の練習してたって曲が完成するわけじゃないじゃないですかね。やっぱり積み上げ積み重ねなので、それはね、やっぱり毎日やった方がいいんですよね。できるときに1時間、2時間とか4時間、5時間とかやるよりも、絶対毎日ちょっとずつやった方がいいです。これはね、保証します。で、朝っていうのは結構いいんですよ。脳が割と起きてないときにギターを触り出す、運指をね、ゆっくり確認しながら弾いていくっていうのがめちゃめちゃいいです。はい。朝練を、例えば毎日5分でもできると、モチベーション上がってきます。どういう風に上がってくるかっていうと、毎日触ってる、毎日朝練してるっていう自覚っていうか自負というか、そういうのができてきて、なんかギターのモチベが上がるんですよね。で、朝弾いて、で、まあ仕事終わって帰ってきたりとかね、皆さん、僕はこのギター弾く仕事なんでね、またちょっと感覚違うんですけど、サラリーマンやっててね、このビジネスをやろうと思って、まあ隙間時間で仕事してた時も、朝練やってた時って、夜帰ってギター弾くのが楽しみになるんですよね。だからまとめて時間が取れてギター弾いてた時よりも、うんと少ない時間でギターモチベーションが上がるんですよね。で、上達するんですよ。これが不思議なんですよね。毎日ちょっとずつゆっくりのね、もう時間だみたいな感じで終わってしまいはするんですけど、それがね、上達にね、つながるんですよっていう経験を僕してて、で、最近その赤ちゃんのルーティンのおかげで朝練再開したじゃないですか。で、またそれが起こってるんですよね。ね、こっからまた僕ね、上手くなっちゃいますよ、これね。そういう成果も皆さんにね、ご報告していきたいなと思いますので、ぜひですね、今週末ね、やっていただきたい、スリーフィンガーピッキングの朝練メニュー一つご用意しましたんでね、まずそこからやっていただいてはいかがでしょうかというね、練習メニューをやっていきます。はい。今日もね、シンプルなワンコードのエクササイズをしていきたいなと思います。で、A のパワーコードを押さえてください。5弦開放と、4弦2フレットと、3弦2フレットね。これを、まあ、薬指、中指で。で、今のフレーズなんですけど、ベースラインだけが移動します。ベースラインだけが移動する。その移動するベースラインが、5弦開放。で、親指で、無理な人は人差し指でもいいです。親指で、6弦の2フレット。離して解放弦。で、また2フレット。はい。A、F シャープ、E、F シャープって感じですね。これを繰り返します。はい。じゃあ、こっちの右手のフィンガリングのパターンを学んでいきましょう。まず、
開放弦ね、親指、3ピックで、まあ3ピックない方はね、生指でもいいんですけど、で、親指で5弦、人差し指で4弦、で、また親指でまた4弦、で、中指で3弦。このパターンを覚えてください。こんな感じです。繰り返してみます。で、最初の音、これが変わるだけです。こういう風に。なので最初は、次が、次が、このパターンをね、右手に叩き込んでいただきたいんですよね。5弦、4弦、4弦、3弦。親指、人差し指、親指、中指みたいな。まあ最初はだから A だけでね、このベースラインを移動せずに、こういう風にね、A だけでやっていくといいと思います。で、一個ずつね、右手、左手に叩き込んでいってもいいですよね。こんな感じで。はい。じゃあちょっと繋げてやっていきましょう。はい、ちょっとスピード上げていきます。まずは A だけでスピード上げていくのがいいと思います。はい、じゃあベースラインチェンジ挑戦していきましょう。もうちょっと上げていきます。まあこれはね、慣れてから徐々にスピード、テンポを上げていってもらって、完全にね、この右手がパターンを覚えてからやってもらいたいなと思います。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあこの今のプレイにですね、ミュートを加えていきましょう。今はね、全部の弦がミュートされていませんが、これをですね、今のピッキングパターンをね、右手が覚えたら、さらにね、この手のひらの
ここをね、主塔部分を4、5、6弦のね、このサドルですね。サドルに突っ張ってる部分にお肉をポンと置いてね。こんな風にミュートしてみます。4、5、6弦をミュートして、3弦はオープンの音が鳴るみたいな感じにしたいと思います。まあ、2フレット押さえてるんですけど、このミュートされてない音が鳴るという感じでやってみたいなと思います。こんな感じです。これはですね、お肉置くときにですね、6弦と5弦のブリッジサドルの上に置くと、まあ、4弦にも自然に触れるよねみたいな感じにしてミュートするといいと思います。で、これなんでこんな練習をするかというと、ベースラインっていうのはミュートすることが多いんですけど、メロディーラインね、この高音源というのはミュートしちゃいけないので、この辺でね、この手の主塔の感覚というかね、右手をスッと置いたときにベースラインをミュートできるように、このメロディーとかね、ハーモニーをミュートしないで綺麗に鳴らすようにっていうね、そういう感覚を右手が覚えなきゃいけないので、そういう訓練になります。まあ、例えばメロディーがこういう風になって歌っているけど、ベースラインがこういう風にミュートをしていなかったとしたら、こういう風に汚いプレイになってしまいますのでね、その辺はやっぱりこの歌を綺麗に聴かせるみたいなね、そういう奏法になってきますのでね、そういう訓練になります。なのでミュート大事です。はい、じゃあもう一回やってみましょう。こんな感じですね。慣れるまでは早くやらないでください。皆さんね、結構テンポ設定をね、早くしてしまいがちなんですけれども、まあできるテンポよりもメトロノーム設定でいう5以上は遅く練習してください。まあミスなく弾けたからそのテンポで OK っていうわけではないんですよね。まあミスなく10回弾けたらいいとは思うんですけど、やっぱり弾いてる時ってもう自分が弾くことに集中しちゃってるので、できてるかどうかっていうのはやっぱりね、動画で撮って見返してください。スマホでいいのでね、どっかにポンとね置いて、まあ散らかってるところでもね、誰も他に見せるわけでもないですから、ぜひね、撮って見返すだけなんで、やってみてください。はい。というわけで、今週の朝練メニュー、ご紹介いたしましたけどもね、皆さんもですね、5分でいいので、ちょっとギター触ってみてください。それで結構1週間の気分もね、変わってきますしね、家帰ってからギター触るのが楽しみになりますので。で、さらにこの会社行って、例えば仕事してる最中でも、ああ、今日5分でもギター触れてよかったってね、結構いい気分になりますのでね、ぜひ試してみてください。本当におすすめです。はい。僕は復活させましたんでね、続けられるように頑張りたいと思います。それでは今日はここまでです。下から2番目に太い弦の3フレット目、1、2、3ね、このナットから見て